早くも7番のホワイトフーが先頭に躍り出ました。ホワイトフーが先頭だ。外から追ってくる9番玉のブレネット、そして2番のパワースポットやってきた。パワースポットが伸びてまいりまして、残り200を通過。先頭は7番ホワイトフーが、外から2番のパワースポット前に迫ってくる。3番手玉のブレネット食い下がる。11番の関所、先頭は7番のホワイトフーが1馬身半のリード。パワースポットは2番手、女王ホワイトフーが先頭ゴール。今年は追う立場から追われる立場に7番のホワイトフーが、それでも圧倒的人気に応えて第19回 TCK 女王杯を制しました。 TCK 女王杯ホワイトフーがで制されました高木昇調教師にお話を伺います。おめでとうございます。今のお気持ちはいかがでしょうか。そうですね、ちょっと断然、一本かぶりだったんで勝っててほっとしてます。戦ってきた相手をうまくやれば、負けられないなと思ってました。はい、レースを振り返ってみていかがでしたでしょうか。そうですね、じわっといってもらうんですけど、ペースも遅かったんであの位置なんですけど、やっぱちょっと前に馬を置けなかった分、ずっと終始はみ噛んでたんで、ちょっとヒヤヒヤして見てました。はい、直線はパワースポットが迫っていましたがいかがでしたか。そうですね、ちょっと、固まって見てました。気になる今後の予定、そして目標などはいかがでしょうか。そうですね、やっぱり、次はなんとか、フェブラリーステークの方に行きたいかなと思ってます。はい、それでは最後にファンの方にメッセージをお願いいたします。女王として今年1年、交流も含めていろんなタイトルを取りたいなと思ってますので、頑張っていきたいと思うので応援よろしくお願いします。TCK 女王杯ホワイトフーガで制されました大野拓也騎手にお話を伺いたいと思います。おめでとうございます。2ヶ月半ぶりの TCK に戻ってきて見事の勝利でした。いかがでしたか。そうですね、今年初戦勝ててほっとしてます。レースを振り返ってみていかがでしたでしょうか。そうですね、思ったよりも、ペース遅くて前目についてしまったんで、どうなるかなと思ってました正直。はい、直線パワースポットが迫っていましたが、仕掛けてからの反応などはいかがでしたか。そうですね、反応も良かったですし、ただスローな流れだったので、パワースポット以前にも乗ってましたんで、切れるんで、そこだけは心配でしたけど、はい、改めてこの馬の強さとはどんなところでしょうか。牝馬らしからぬパワーがあるんで、それが長所かなと思います。これからもホワイトフーガーの強いところを見せれるように頑張っていきたいと思いますので応援してください。次走はフェブラリーとおっしゃってましたがいかがでしょうか。そうですね、入ればなんですけれども、いい形でフェブラリーに迎えると思うので、体調を整えて頑張りたいと思います。